はい、じゃあ皆さん合格おめでとうございます。乾杯。乾杯。乾杯。はい、ありがとうございます。とりあえず飲みましょう。美味しい料理ノーロックですね。食べましょう。はい、じゃあまず、自己紹介からしてもらいたいと思います。じゃあ、はい、どうぞ。宮崎貴博と申します。財務専門官と国家一般職に最終合格して、来年4月から関東財務局の方にお世話になることになっています。よろしくお願いします。永田理沙と申します。最終合格先は国家一般職と神戸市と裁判所事務官で、4月から法務局で働く予定です。今日はよろしくお願いします。私は平井美希と申します。内定差し合格先が国家一般職、国税専門官、京都市特別区です。春からは国家一般職の職員として働くことが決まっています。はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。みんな硬いんでね。気楽に行きましょう。そんな肩の力かな。肩張りすぎや。ありすぎ。はい、じゃあ皆さんしっかりと合格していただいて、ほんまに良かったと思ってるんですけど、レック使って一生懸命勉強してて、勉強以外でもいいんですけど、良かった点とかって何かあったりしました？ここやってて良かったなとか、いやだから受かったよねみたいなってあったりします？やっぱリアル面接シミュレーションがやっぱりレック一番良かったなと思います。新卒なんで面接の目の字も知らない人間やったんですけど、初めてのリア面行った時本当に緊張して、何にも喋れなかったんですけども、そんな自分でも十何回リアル面接シミュレーションに行って、面接が得意になったので、やっぱそれはすごいなと思いました。やっぱ回数って大事？大事です。ほんまに2桁はやっぱ行った方がいいと思います。なるほどね、そうやったよね。はい。そんなに行ってたんや。すごいな。頑張ってたんや。はい、はい、頑張りました。じゃあ、野田さんはどうですか？うん、私はレックに帰っていいと思ったのは、先生との距離が近いなってところです。進路相談も月に2回は使えますし、うん、そこで公務員試験って本当、情報がないとやっていけないなってすごく感じていて、大事な科目だったり、あと面接どうやって対策していったらいいかとか、本当いろんなことを進路相談で教えていただいて、そのおかげで合格できたなって思ってます。はい、そう言ってもらえるとこれ突っ込みにくいね。これ自分のこと言われてる。はい、で平井さんどうですか？はい、私はレックで欠席ボローとかが充実していることが良かったなと思ってまして、私大学時代は部活をやったりとか結構活発にやってて、いろいろなことやってたんですけど、そうするとやっぱりレックの授業に生講義は行きづらいっていう時もあったんですけど、でも絶対にその欠席ボローをしっかりと取れば、ちゃんと理解を授業についていくことができたんで、やっぱりそれはすごい利用して良かったなというふうに思いました。なるほど。じゃあもうレックのところでいろいろ利用してもらって、みんな、ちなみにその、レックっていうところを使って合格してくれてるけど、勉強とか真面目なこともあるけど、やっぱしんどいとかもあったろうし、はい、ね、そういう時どうやって乗り越えてきたの？僕はやっぱり仲間にすごい頼ってましたね。僕もすごいストレス抱えるタイプで、でもそれやっぱ一人で閉じ込めてしまったりとかしてると、やっぱそれはもう良くないことだと思うので、もう何かストレス抱えることがあったらすぐ友達に言って、もう愚痴というかね、仲間の中でこう言い合って、誰かに言うことで解消してました。山田さんは？私も全く一緒なんですけど、私も結構本当不安、何でも不安に感じちゃうタイプだったんですけど、本当先生だったり、そのレックの友達だったり、アドバイザーさんだったり、本当なんかもういろんな人にいろんな話聞いてもらって、もう面接の前の日とかでも、めっちゃもう大丈夫かなみたいなのたくさん聞いてもらって、それでなんとか乗り越えられたかなって思ってます。はい、皆さんはどう？私はですね、K フォーラムでっていう、レックが主催している業務説明会みたいなものがあったりするんですけど、そこで出会った職員さんがすごい、私その職員さんとすごい身近な感じでお話しさせてもらった時に、憧れの職員さんってなって、で、その気持ち、憧れの気持ちをしっかりと持ち続けることで、そのところからちゃんと内定ももらったんで、はい、やっぱりそういう目標をしっかりと持つことが大切だなっていうふうに思いました、やっぱ目標はね、大事だしね、本当に、じゃあ実際ちなみにお二人はその友達っていうか結構会ってたけど、それってもともとおった友達だったりするの？レックとかを使って公務員の受験生だったりするの？
僕の友達はやっぱ全然大学の友達が正直レックにいなくて、うん、で最初はもう11月12月ぐらいまでずっと一人やったんですけども、ゼミに入って、そしてあの飲み交流会とか、あのそういってアドバイザーさんが企画してくださった交流会で友達ができて、それでそういった友達が今でもこう仲良く続いているという感じです。ああなるほど。じゃあ交流会とかでやっぱ積極的に参加するのは大事なんですね。大事ですね。はい。うん、どうですか。私もやっぱ公務員試験について理解してくれるレックの友達にこう一番話聞いてもらうことが多かったですね、うん。はい、結構その友達作りって得意な方なんですか。あ、得意ではなかったんですけど、うん、でもなんかやっぱ私もゼミに入ってたんですけど、みんな本当に優しくていい人ばっかりで、うん、なんか話しかけてきてくれたりとか、うんうん、あとは結構その説明会とか参加するときは自分が積極的に連絡先交換したりとかはしてましたね、うんうん。なるほどなるほど。じゃあそういう環境はあったんやね。はい、うん、いや、レイさんその目標を見つけるってあったやんか、はい、その目標を見つかったのってたまたまやったの、その行ってみたらたまたますっごい、ああこの人目標やなみたいなのおったの。あ、まあ、たまたまのところもあったんですけど、うん、あの私の場合はその K フォーラムにそのアドバイザーさんが〇〇っていうところのが今日 K フォーラムで来てるよっていう風に言ってもらって、でそれでたまたま行ったところで、あのその今の目標としてる職員さんと会えたんで、うん、まあ、言ってみれば、まあ、アドバイザーさんのおかげだなって。なるほどなるほど。まあでも仲介役っていうかね、そういうフォローしてくれる人がいるとね、なかなかやりやすいと思うし、うん、はい。じゃあね、最後になりますけども、はいはい、あの後輩の子たち、これから多分また来てくれる子がいっぱいいるので、はい、最後に応援メッセージというか、はい、一言のアドバイスみたいなのを言ってもらえれば、はい、ちょっとまあ真面目なんですけども、やっぱりあの公務員試験で全然才能とかそういうの全く関係ないと思うんですよね。やっぱ努力したものが報われるのが公務員試験だと思うんで、やっぱ自分のしてきたことを信じて、来年の夏頃でやっぱ信じてきたことを出し切る、努力してきたことを出し切るっていうことを考えながら自分を信じて勉強していってほしいなというふうに思います。頑張ってください。新卒の人は特にそうだと思うんですけど、本当公務員試験初めての就職活動で、やっぱ経験してないことなんで本当に不安なことたくさんあると思うんですけど、本当レックには先生だったり、本当にたくさん友達だったり、たくさん話聞いてくれる人いると思うんで、いろんなことを人を頼って頑張っていてほしいなって思います。はい、やっぱり勉強とかしてると、あの合格できるのかなとか不安になることも絶対あると思うんですけれども、でもやはりそれはみんな受験生さんみんな一緒だと思うんで、その一人だけで抱え込まずに、まあ、信頼できる先生とか周りの友達とかに相談することで、ずっとあの諦めないで一生懸命頑張ってほしいと思います。頑張ったら絶対に受かりますんで、はい、公務員の先輩としてあのお待ちしております。最後かっこよくまとめた。はい、ではじゃあ以上ですね。じゃあみんなで食べましょう。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではお手を拝借、よーっ